侍ジャパンが東京五輪金メダルをかけて決戦に臨むその直前横浜スタジアムのダグアットに栗原良也の声が響き渡った日本と大きい書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて血無を鼓舞したのだ試合前の演じんはすでに坂はやとが行っていた栗原の登場はその直後だったみんなが ベンチに戻って腰を下ろしたタミングを見計らって、おもむろにぐいっと一、前に出た。そして、帽子を取って急いそいそと葉、巻きを巻き、気合を注入した。皆さん、赤い日、丸が見えますよね。そして、今日監督、が湧いて、ました。赤いパンツ。あの赤色のように熱く今、行きましょうよ。そして、もう一つ僕調べまし、侍。侍とは、 自分の成し遂げたいことに、一分一秒魂、かけて、戦いましょう。勝つぞ。威勢よく叫ん。ものの、チームメイトたちはニヤニヤと密、るだけで反応はなし。ただ、栗原が、最後に、ウニと気の抜けた声を漏らして、滑り芸を完成。セルと、侍イナインから、ドット爆笑と拍手が煮え、怒った。これだけの大一番でも、こんな霧囲い、になれる。 それが、東京五輪を戦った侍ジャパの一体感と強さであり、栗原のパフォーマンは、その象徴でもあった。東京五輪での栗原と、エヴァ、準々決勝での延長を10回虫1、2類で始まる、イブレーク制に突入した後に見せた、大打層、バントも本当に見事だった。栗原本人は遅くて汗びっしょりで足だって震えていたに、いないし、見ている。 我々も同じようにハラハラ、気どきしたシーンだった。だけど、あの声出し、フォーマンスの方が、筆者の心には刺さった。ルック、楽しく、だけど野球は真剣に。その姿勢と、切なさを、栗原はホークスでずっと学んできた。ページ、作機打率。243今期打率27。278。